インスタ360かなんか、うん、俺映っとんか、映っとんちゃう俺も映りたい映っとんかな、映っとんやんな、映っとんか、あかん、うん、F って分からんし、うん、映りたい、物騒で映らない変なことしとったら映っとんか、あ、ほんまやな、胸パッとあるから大丈夫かも分からへん、なんちゅうかい、分かんない、なんやろな、なんか日本車じゃなさそう。買うな。うん。あるよ。うん。なんやろ。ヤマハのあれちゃん。え？ヤマハのなんちゃら。ヤマハじゃない。なんやろなあれ。知らねえ。なんかあれやった、あの農業のカッティか。何を買った？何回聞いても忘れんだけど、ヤマハの。うん。何でしょう。あ、なんて。お前いてもだぞ。どこで降りるんや。豊中やで、来て、豊中インターチェンジ左、あ、そりゃそうや、うん、もう着いとんかな、あいつ、まだ、今もう着いとんやろ、だって着いないとったやつ、あ、そう、あ、お腹が縮んだって、あ、そう、こっからが空いてて、お腹なんか風当たらんやろ、当たんねえ、なんで、俺もねえやな、ああ、冬にしてるんだけど、下から開くねえ、ああ、なるほど、なんでやねん、これどうしたらいいの、あー、上見かな下からアクチャックじゃないのに、ね、アク、アク、いや、アクなんで、アクでるじゃん、下から、気づいたら下全体になったそれあかんやん、あ、最近だよ、プロ2回してみたらさ、もう直接言うてくださいって電話番号言われたから、何を、手袋、ここで買ったから、でもそれでとか言って、またそれ使って、またお菓子やって、そっから、めんどくさくなったやん、なんで、ここか、これ一回下降りるん、阪神高速に繋がってんじゃないの、これやね、このまま池田線に乗れるんじゃない、なんかあれやな、あ、190、うん、超えたくらいやったんやけど、さっきはなんか、なんやろ、スピード感が速いっていう感じがせえへんくなってきたな、マジしそうな、マジしそう、危ないじゃんお前、死ぬで、いや、あの、なんていう、あ、この回転、これが欲しいっていう感じで走るやん、分からん、いや、まだ当たったみたいな、彼の言うていることがわからないんですが、誰かわかりますか、これ以上もう走るとこないからな、右締めへんなんかやったら危ない、死ぬで自分、ここや、右方向で、右か、僕たちは彼のために全く無駄な金と時間を使ってるわけやろ、そうやで、うん、多分これ高速代だけで2000円ぐらいするはずやで、言っとるよな、うん、あ、これ地道かちゃうよ、高速これ池田線やん、これこういうの無駄つきじゃん、何が、左側のやつが金払わんと俺らと同じ心配信号ないからこっち、そういう発想、ほら、あいつら信号あるやん、ここで、そうやけど、あんま変わらへんよ、いやいやいや、だいぶ変わるやろ、そういうの見てる、すごい変わったんすよ、なんでやねん、お、飛行機や、でかい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 、でもこれ、GoPro で伝わらへんだよな、飛行機乗りたいな、なんで吹くんやろな、あれ、ほんまは線路ついとんねんで、え、あの、紐で引っ張られとんねん、幸せな考えですよな、飛行機乗りたいな、もう3年海外行ってないからな、そうか、ああ、今度ゴールデンウィークだ、ああ、ゴールデンウィーク行くで、タイ、あ、マジのタイ、タイ、あれ、往復6万ぐらいで取れて、もう今やったらほんの17、8万すんで、往復、あ、そうだ、うん、え、2人で、1人や、1人、うん、もう頑張って取ったな、往復6万も6万安いって、うん、ゴールデンウィークやで、しかも3から7やで、一番高いところ6万で取れてんから安いよ、でもそれ飛ぶかどうか分かんない、え飛ぶやろ、うん、だってもう春にはもう5類になんねんから、コロナ、うん、もうインフルエンザと同じになるやん、まあまあそやけど、うん、もう大丈夫や、でも俺は予約取るときは、うん、あれ9月ぐらいに取ったと思うから、うん、ちょっとドキドキやったね、うん、6万やけどさ、もうなんか年明けには5類になっとって、もうまた コロナ前の3万ぐらいでバンコクの往復できるんちゃうか思ってさ、あ、これか、はいはい、これの次か、ちょっと左おるわ、なんか、あ、空港って出とんからあれや、うん、
え、コンビニの場所わかるん？コンビニの場所はわかる。そりゃそうやわな、でもドキドキなるわな。なるなる。何本になるかわからんもんな。ほんで17万のがなっとったら、もう飛行機乗った時みんなに聞きたいな。そうそうそう、隣のやつとかいいな、お前なんぼでこうたんて。16万。嫌なやつやな。っていうのもすごい満足感が達成感。もう悔しやーって感じになる。俺はそんな思わへんけど、お前そういうの好きやな。まあ、そういうの好きかどうかわからんけど、そういうのだからそのためにすごい頑張ってる気がする。このな、今年はさ、俺沖縄にな行こうと思って。あと1万円で行けるの？もっ往復1万円やった？往復な、え、1万ちゃうで、往復5000円ぐらいでいけんねん。やばいやろ。教えたるわ。あれ、これどこ？前行って分からへんから。分からん、中短パンってことで降ろされたって。レンタカーじゃん。どこがレンタカー？知らんわ。あ、前こっから乗ったな。伊丹空港飛行機乗りだなるな。飛行機嫌やねん。なんで？あの、膝熱くねん。苦痛でしゃあないねん。まあ、お前人よりちょっとでかいからな。そういう時俺なんか、あの、身長172センチって、あの、標準サイズでよかったなと思うわ。うん、うん、あの、前、新幹線のグリーン車デビューしたんやろ。グリーン車デビューしたデビューした。その時、ものすごいかっこいい。これかと思って横見たらさ、うん、あの、嫁と娘がめっちゃ前空いてんやんか。うん、こんな金の無駄遣いしてしもたんかっていう気持ちも出んねんけど、自分はええから、うん、だから、ね、飛行機も同じやな。ビジネス乗れたらええけどな。アホみたいに高いもんな。それやったらエコノミーで我慢して、うん、ほんでドイツに着いて、ドイツの一泊目で30万ぐらいのとこ泊まれるんだ。泊まれるな。そっちの方が金の使い方はええわ。俺なんかこの、この、なんかこの線がうざいな、これ。ホタルガ池、どっか右曲がる中に。なんか写真撮るの大好きやわ。何？あの、痛みとか書いてるやつ。ああ、日本人やのに英語で写真撮る。これ、あ、あ、そこちゃうか。上に黒い看板のラブホがあるとこや。あ、あれあれ、あ、俺が前泊まったな。ああ、一人でやろ。そう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 。なかなかないで、一人でラブホ。でもめっちゃええで、やっぱ。あ、そう。それから、うん、まずあのラブホを探すようになったもんな。あのラブホをビジネスホテルに書いてるとか。そんなに、あ、なんか寂しくなれへん。あ、でもお風呂がでかい。あの、いや、それでかいやろな。ちっちゃいシャワーとシングルベッドで寝ることもベッドもでかいしな。映像もいいですよね。いや、でもなんか、なんか寂しくならへん。嫌な入る時だけ。前カップル入ってきたから。カップル入ってきた。カップル、シングルベッド抱えて。もう、ラブホ使いしとる人おるやんけ。あれ、前バイク止めたとこ止められへんやん。ゴミ置き場なんて。うん、でも遅いなぁ。思い止めば。お、おいど、時間通りやん。遅刻なし。いいよ。あ、こう、あ、久しぶりやから忘れとった。コード抜かな、降りられてる。そう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 。あるあるって。なんかならへんのかな。うん、コードな。あ、どれにして。ん、今日はね、電熱装備を持ってない SC にね、電熱グローブを買ってあげました。イエーイ。そしてそれはバッテリー式の中華製 Amazon でだいたい5000円か6000円ぐらいのものを買いました。なんでそれを買ったかというと、バッテリーは約4時間で切れるから。今日のツーリングはね、三重県まで行くんで、 SC にはね、この手袋をバッテリー超長持ちで12時間持つから全然大丈夫やでっていう風に言うて、手袋をあげます。使います。帰りの寒くなる頃にバッテリーが切れます。さて SC はどんなね、リアクションを見せてくれるんか、ものすごい楽しみですね。はい、見して、あの、ブツを4時間で電池切れるブツ。めっちゃ笑ってるやん。何おもろいだろ。うん、には12時間いけるって言ったかな。いや、いいよいいよいいよ。この手袋12時間持つからって。あったかいで、うん、そうそう。じゃじゃーん。じゃじゃーん。電熱グローブ男女兼用ナイロン。できた。なんか、は、
箱ついてますやん。アクラポビッチやん。箱ついてますやん。箱ついてます。さあ、ありがとう、これ。これ、開いてるんじゃん。うん。いいやん。モコモコやん。あ、やっぱあれやん。これぐらいでかい方が合うな。滑んねん、これ。タンク。するなよ。モコモコやん。でな。2万入ってる。え、曲がらへんの曲がらへんの曲がらへんの、そんなに寒ないな。はい、あ、ありがとう。これいるかな。コーヒー飲む。いかんいかんいかん。え、だいぶ早いで。9時4分出発なんでなんで9時4分出発って言うとったよ。今何分な。今9時2分今日はな、ほんまにやばいで。向こう履き替えていいか。どれで寒いかどうか、これ。まずそれで行って、で途中でもうあかんってなったら止まって、うん、電熱に変えるの。あ、暑いもん。お前何分乗った今。2分じゃ。2分で暑いんか。寒かった。いやいや、心出るやん。これがな、きついやん。無理だそれ。何枚着てんねんお前。何枚来てんねん。着替えなあかんかもしれんからな。だからこの箱用意しよう。あー、これオプション何本。オプション違うわけない。僕らやって腹落ちてこれでいいやん。俺のも入れとってよ。HMD チャンネル、チャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ドケリー。